熊本市内定期観光バスとは、かつて九州三高グループが運行していた定期観光バスである。もともとは九州産業交通本体によって運行され、一時期廃止された時期もあり、2010年10月1日より、系列子会社によって再度運行開始したが、2014年3月31日をもって廃止された。なお、この項では2010年から2014年までに運行されていた内容を中心に記載するとともに、過去に運行されていた熊本市外コースを含む九州三高定期観光バスの遠隔についても併記する。2010年9月時点において、熊本市内の観光ルートを巡るバスとして、熊本城周遊バスが1ルート運行されているが、過去においてはこれ以外にも九州三高バスが長きにわたり、熊本市内定期観光バスを運行しており、2009年1月に定期観光バスが廃止されて、以降は熊本城とその周辺を除き観光地への直接的なアクセス手段がない状態になっていた。2011年3月の九州新幹線全線開通を前に、熊本市と熊本経済同友会が提言し、導入を進め2010年10月からの運行開始にこぎつけた。JR 熊本駅前から観光地まで直通できる手段としてアクセス改善に役立てる。コースは熊本市内中心部の水前寺公園、横井湘南記念館といった坂本龍馬も歩いた幕末の熊本を巡るルートを運行する水巡りんと島田美術館、令和堂といった宮本武蔵の最後の足跡とされるルートを運行する森巡りんの2コースが1日に各2本ずつ運行される。2011年3月12日に九州新幹線全線開業したのを機に、さらなる熊本の歴史と魅力を伝えるルートを巡ることでより、多くの観光客誘致を目的とし、同年4月1日より、両コースともに運行経路の変更が行われた。特に水巡りんにおいては、幕末の志士、熊本を築いた、加藤清正、細川家のゆかりの地を追うルートと解題し、見学地を水前寺公園と熊本城に変更され、同年3月5日に、熊本城域内に開業した総合観光施設桜の馬場城彩り園も見学場所に追加された。同時に森巡りんも桜の馬場城彩り園において乗降扱いを行う。ただし、両ルートともに運行本数、熊本駅熊本交通センターにおける出発時刻は変わらない。2012年4月1日からはこれまでの運行内容を大幅リニューアル。特に森巡りんにおいては従来の内容から大幅に一新させ、見学場所を西南の薬田原坂、七本柿の木薩群墓地、七本間群墓地、桜の馬場城、彩り園&熊本城、北岡自然公園に変更し、これまでの両ルート半日コースから熊本市内を1日かけて見学でき、さらには、城彩園において昼食付きとした1日コースとして、設定。これにより、従来の水巡りんを、熊本城と、水前寺公園コースとした半日コースとして1日2便、森巡りんを、熊本城と田原坂コースとした1日コースとして1日1便体制となる。これに伴い、森巡りんは、運賃が大幅変更になり、これまでの、島田美術館、令和堂へは行かなくなる。両、ルートとも、2014年3月31日の、運行をもって、廃止となる。太字は見学場所。両、ルートとも毎日運行。年末年始はともに運休となる。熊本交通センターは、Aホーム5番乗り場から発車する。熊本駅前は2012年4月30日までは1番乗り場発、2番乗り場機となっていたが、同年5月1日より乗車、降車とも新幹線口前乗り場に変更された。九州三高の定期観光バスは、同社の発足当時から運行されていたと思われるが、資料が少ないため、ここでは1966年の天草、五橋完成以降の状況について述べる。なお、天草五橋開通以前は、熊本市内の3コースが運行されていた。ありがとうございます。